毎日ハッピーだって歌う、へこむ、寝る、叫ぶ、困る、今日も平日まで。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。ひろみです。ゆっこが来て台本が変わったというのに、私の名前が博士役今野ひろしですになっていますこれはナノがいた時からです。ひろしです。いやいや、ひろみでしょ。ひろしです。いや、ひろみでしょ。だからなんでしょうね。ひろしです。せっかく台本変わったのにね。そこは収まりは変わらなかったのね。変わらなかった、はい、なんか多分行が違って、うん、こうなんか書いてるんだけど、うん、その時多分印刷でミスで消えちゃったんだよね。そうですね。その消えたまんまになっていて、うん、博士役今野博士って止まってる。そうそうで、なんかずっと柳生博士と同じ博士だったんだよね、完全に。でずっとなんかグニャってて、あ、台本が新しくなって、あ、変わってないと思って、うん、はい、ちょっとやってみちゃった。そんなわけで、はい始まりました、日常のラジオ東雲研究所編、ナマスカメ。相変わらずバラバラな始まりでございます。どうもはい、博士役の近野ひろみです。そして IOU 子役の本田真理子です。拾われてきた猫坂本さん役白石みのるです。以上、この3人で番組を進行していきます。よろしくお願いします。頭から相変わらずのね、うん、バラッと感でバラ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 な、それが東雲のいいところです。いいところ、そうですね、はい、何でも肯定していこう。素敵。おお、なるほど。何でもいい方にいい方に ね、 なるほどね。素晴らしい、うん、そうね、前向きになるでしょ。前向きにね。前向き。この間の誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。前向き、ほら、前向きだよ。前向き、おめでとう。前向き、ありがとう。なんだ、うん、おめでとう。ありがとうなんでもどうした、本田どうしたんだ。次に行きましょう。あ、いいよ、はい、あ、行きますか。はい、もう行かれますか。はい、はい、じゃあ、それでは、早速ですね、はい、このコーナー行ってみたいと思います。はい、ふとうた、うん、のコーナーです。適当、ね、いつも思うんですけど、このコーナー最近雑すぎません。コーナーさん、コーナーさんの普通だって感じですよ。あの次のコーナーもまあ丁寧にやってこさることだから、このコーナー最近雑すぎません。前もう一つ丁寧に言ってましたよ。そうですね、普通だ。あれ、かわいく言いました。あ、かわいく言いました。今一瞬金友さんが来たのかと思ったね。はい、それでは早速ですね、はい、お便りが来てるので読んでみたいと思います。はい、こちらですね、ラジオネーム KY さんからいただきました。ありがとうございます。はい、お三方こんにちはです。こんにちはです。早速質問なんですが、はい、今恋をしています。あ、どうもすれ違ってばっかりでうまくいかないんですが、あと一歩ってところで、男性にはどうしてもらいたいですか。自分シャイなので。ん、え、男性にはどうしてもらいたい。だから女の子側の意見を聞きたいってことじゃない。こういうことされたら女の子がちょっと喜ぶよとか、 あのこう僕自分でシャイでなかなかできないので、うんうんうん、なんかアドバイスをってことじゃないの。あ、そっちですか。なるほど、そっちかな。これどっちなんだろう。そうそう、男性にはどうしてもらい、あ、そうかそうか、女の子に聞いてんだよね、うん、どうしてもらったら女の子はいい感じで喜ぶよっていう。なるほど。ああ、でもいくつくらいなんだろう、ね、いくつですか。なんでしょうね、これだって全然年齢も特に書いていないので。学生さんとかだったらさ、はい、私憧れだったんだけど、はい、制服デートって超憧れたの。なんか学校帰りとかに制服着たまんま、なんかを、何、手つないで、ちょっと、あの、こう、駅までの道を歩くとか、あの、とりあえず行くとこないからスーパー回るみたいな、そういうね。ね、なんかちょっとさ、観光、一本の観光費を二人で飲むとか、あとちょっと図書館デート的なものとか、そう、喋りながら、こう、何、あのさ、こう、図書館で勉強とかしてて、ここわかんないけどっていうのをサラ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 って解かれたりとかするとキュンキュンみたいな。おお、そういうのはなかったっすか。なかったね。コーナーさん、だから憧れだっつってんだろ。怒ってます。本田はどうなの、そういうの、なんか学生時代こう、へー、憧れしかなかったですけど、でも、うん、やっぱなんだろう、
屋上とか憧れません？あそこちょっと立ち入り禁止だから。そうそうそう。屋上ね。ドラマとかさ、漫画とかではさ、屋上とかにさ、なんかさ、こう風が強いキャッとか言って、なんかこうなんか風、じゃあこっちにみたいな、そういうなんかシチュエーション。ま、え、それどんなドラマですか？俺そんなの見たことないの、それ。風が強いからこっちにみたいな、何するの？テンプレートだったら、その、学ランをバッて脱いで、バッてかけてくれたらいいんじゃないですか？みたいな。でもさ、屋上って上がれないじゃない、うん、そうなんですよ。KY さん、ひょっとするとこの質問したら、ま、我々にしたら間違いの可能性がある。なんでですか憧れはいっぱい話せる。だから、妄想だな、それ君たちの。だってどうやってもらったら嬉しいって。だってそういう質問じゃないですか。だからじゃあ、あと一歩のところで。じゃあ、あと一歩で何してくれんの？だから待って、これ女性に聞いてんでしょ？じゃあ、白石君だったら何してくれんの？どうしますか？何しますか？私たちに。で、あと一歩ってところなんでしょ？だシャイなんでって言ってるけど、そこは好きだよって言えばいいんですよ。だってそう。もしくは一緒に、まず。いいね、それね。そうそう。だってそうだ。ほら、ほら。もしくはまずはシャイでもいいから、だってシャイだったらもう古典的にそのまあ、メールでもいいけど手紙を書くなりして、今度どっか出かけないとかっていうのを、だから一緒にいる時間を増やすことが大事だね。ふみを書けばいいと思う。そう、ふみですよ、ふみ。ラブレター、ふみです、ラブレター。やぶみ、やぶみって痛いな。おい、お前はいつの時代に生きてるんだ。痛いですよ、こんなさん刺さったら痛い、うん、しかもなんで両方話したの今指だから、あなたこうやったら今指もあのね、普通は右だけ話すと、あなた今、両手、ピャッて離したから、それ、両方と持ってるから今、下に、ガーンって。飛んでないです。そうそう、どんな弓なんだよ、それは。だって、ジェスチャー。ナスの用意しても無理だよ、それは。間違いじゃん、ね。ね、はい。でも、あと一歩のところで、シャイな方なんですよね。いや、だから、シャイであるならば、でも、あと一歩っていうことはさ、そこそこ仲良くなってるわけじゃん。なってるから、あと一歩こう、お付き合いするまでに、一歩を踏み出せないってこと、うん、じゃないの？あ、でも頭撫でてもらうの嬉しいかも。なんかさっとした瞬間に。ほー、なるほど。でもそれ、それ結構シャイな人には難しいじゃないの？難しいね、確かに。うん、確かに。だってこの人で言うと多分、要するになかなか多分好きだよって伝えられないってことは、手を繋ぐのもなかなか、ちょっとシャイなんて、まあこれを彼を学生だと想定するならばですよ。確かに、うん。まあ。手繋ぐなんてもう、だってもうそんな分かりきってじゃないですか。好きだよ、以上の何かですよ。分かりますよ。どういうこと分かりきってて。ああ、何手を繋いだら。もう手繋いだら、あ、こいつ、みたいな。じゃあ、こう、あゆい傘から始めればいいんだよ。それ、雨降ったりしか、雨降ったりしかできないじゃないですか。そっか、雨。あなたみたいにこう、雨女ならまだしも。そういうか、雨降れ、つって言って。何、母さんがつって。降るかもしれないよ。なぜ、私のいい人連れてこいってやつですか、それは。あれじゃあもうなんか、日傘でもいいんじゃないですか、暑い日に。お前ら、傘からちょっと離れろ傘から離れろ普通にないのか、何か、こう。そうですね。女の子で、例えば、普通に、例えばですよ。じゃあ、あなたたちが、はい、まあ、仲のいい子がいるとします。うん、ね、いるとします。で、あなたも、その彼のことを、ほどほど、うん、そんなに嫌いではなく、まあまあ、ちょっといい感じかなと。まあ、友達以上恋人未満ぐらいの感じだと思ってくださいな。うんうん、で、本当にその、何か一言言われたり、何かアプローチがあったら、付き合ってもいいかなと思うような状況だとしてですよ。うん、ね。その状況下の中で、例えばどういうことをしてもらうと。はい、先生。はい、このさん。例えばどっかに行ったりとかした時に、はい、お土産だよとか言って、うん、お揃いのストラップとか買ってきてくれて、うん、これお土産っつってもらって、わー嬉しいっつって開けたら、うん、なんかもう彼のには、同じ、こう、ストラップがついてる。じゃあ、一緒みたいな。それ、でも、あれですね。これ、斉藤さんにも聞いてみたいんですけど、これ意外と、やってみたら、女の子に惹かれるんじゃないかっていう。人によると思います。ね、もうなんか。俺、ちょっとそれを、できないかもしれないけど。まあ、でもさ、ほら、好きな人とかにさ、はいはい、そうそう、だから、もらった僕の言った好きじゃない人にもらったら、ってなるけど、うんけどうん、好きな人から、ね、なってて、あと一歩ってなってた時に、うんお揃いとかあと一歩だったらいけますね。これ漫画だったら多分完全に、これが多分二次元だったらおそらく、彼氏は何も言わず、女の子の方がついてるのを発見みたいな、うん、そういうね。そんな感じです。はい。ほのさん合格です。ね、やったーいけます、いいな、合格いけます。ほの先生どうですか、何かこ う、ね、こうされるとなんかキュンとくるなみたいなのが、こういう状況下で。でもシャイだから、うん、やっぱり、うん。あ、でも頭撫でてもらいたいけど、それはシャイはできないから、あ、褒めてもらう？なんかその、自分が思ってもないところを、うん、あ、なんとか
子って意外に頭いいんだみたいな。ああ、なるほどね。褒め殺し作戦ってことね。いや、まあ、それをふっと言ってくれると、あ、え、言われたことないみたいな。あ、そう思うみたいな。うん。ああ、他の人が気づかないところに、そうそうそう。気づいてくれる。こういうの得意なんだとか言って。髪の毛1センチ切ったとか。それ気持ち悪いですよ。そうだね、細かすぎるよ、それ。それはちょっとレベルが高すぎるんですけれども。じゃあまあね、じゃあ KY さん、じゃあやっと一歩ってとこな、みたいなんで、とりあえず、まあでもね、ホンダの言うのはね、ありですよ。女の子を褒めるっていうのは大事です。大事。はい。で、そういう場合ね、褒め方がわからないという人がいらっしゃると思うんですが、まあ、そうですね。その場合は、身につけてる貴金属を褒めてください。確かに自分が好きなのを褒められると嬉しいかも。でしょ？だから、だって褒めるのって限界があるわけです。うっそ、例えばだってさ、指輪しててさ、その指輪いいねって指輪だけかよって思うよ。それはだからさ、まあ、大前提があるって言ったじゃないですか。あ、そうなの？あと一歩じゃないですか。あ、そういうこと。じゃああなたその好きな人にそういうの褒められたりとかして、どうなんですか？え？そこだけなの私って思う？わかんない。ほら見ろ。好きな人だったらまた別物です。言われたことないから。あ、なるほどね。好きな人だから。だって基本的にでも男性でも女性でも、あ、その服いいですねとか、あ、その髪型素敵ですなねって言われて、嫌な人はいないわけでしょ。嬉しいです。その論理でいくと、まあ服はわからない場合もあると。白石さん、その T シャツなんか時計ついてておしゃれですね。ありがとうございます。へ。ほら、ね、褒められて嫌な人はいないわけですよ。どんな言葉であったんですか？今全然なんか、そうか？だってほら、嫌な、蹴らせるわけじゃない。まあそうね。かわいいですよ。動物ついてるんですよ。本当だ。それ。え？えっとじゃないですか、全然。違うと思います。はい、違うのか。多分、あ、えっとかもしれないですね。そうですよ。うさぎ年だから、うさぎに赤くなってる。ほら。えっとでした。おしゃれです。ピスタイル。気がつきませんでした。はい。はい。まあ、なので、女の人を褒めてあげるというのは、はい。作戦としていいと思います。なるほど。ただ、やっぱり、おすすめは、好きだよって言ってあげるのが、一番いいと思います。まあ、ドキッとしますね。ダメだったら、手紙に書いて好きだよって、送るべし。そうだよ。頑張れ。頑張れ。素晴らしい。新しい君にハッピーバースデー。さあ、それでは続いてのお便りに行きたいと思います。こちらは、ラジオネーム、あ、やばいさんからいただきました。やばい。こんにちは。こんにちは。私はいわゆる不女子というやつです。はい。そんな私は先日、学校で、お、これはネタになるな、と思って、ふと耳に入った男子の会話をノートの切れ端にメモしました。結構やばい会話です。はい。やばい会話ってどんなんだろう。家に帰り、筆箱の中にしまったソロメモを探しました。はい。ない。なんとそのメモを学校で落としてしまいました。皆さんだったらこういう時どうしますかということなんですけれども、スイさんもさ、その子が書いたっていうのが分かりやすい分かったら危険ですね。でも、ね、もし名前書いてたりとか文字が分かりやすい字だったりしたら、ね、すごく恥ずかしいよね。例えばプリントの裏とかでさ、なんか、例えばテストとかの裏とかでさ、自分の名前がついてるからね、切れ端、でもまあノートの切れ端ですからね。切れ端か。まあ書いてないかもしれないですけど、ただひょっとしたら、このクラスの中に、例えばそれがね、普通の BL 系ならいいですよ。ちょっとこう、ガチムチ系とかだったりした場合に、それを拾ってバーッと見たときに、ああ、うちのクラスには、こんなこと考えてるやついるんだ、みたいな。もしくは、あんなカップルいるのかって思われるかな。カップル？あれ？カップルの話じゃないのそれ。あ、その男子同士の、そういう会話をしてるやつがいるのかって、はいはい。あいつらできてんだみたいな。そう。それが特定できたらびっくりしますね。びっくりですね、確かに。怖い。恐ろしい。すごい。いやでも、BL 漫画の書いてあるやつとか、BL 漫画のミオちゃんじゃないですけど、落としたら恥ずかしいですね、きっと。いやいや、もうあんなものはね、BL じゃなくて恥ずかしいですよ、本当に。中学校とかの頃、高校の時にね、自分が書いてた小説とか出てきたりするじゃないですか。ああいうの開くとね、もうね、死にたくなるよね。やだ。俺、自殺したいなと思った時もある。なんでこんなもの俺あの頃書いたんだろうみたいな。わかります。なんかすごい中二なんですよね。なんだろう。確かに。でも絶対なんかそういう経験ってみんななんとなくあるよね。特に、その自分の、まあ僕ね、今年33ですけど、10代の頃、だから、自分で言うの嫌なんですけど、16年ぐらい前に、16、17年前の頃の小説とかって、まあ今もまた来てますけど、ちょっと難しい感じの名前だったりとかするじゃないですか。ちょっとスタイリッシュな。ちょっと当て字っていうか。そう。小説でキャラ書くときはこう、国語辞典を開いて、かっこいい漢字を当てて、つけるみたいな。もう
なんか読めないみたいな。そう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 、普通にあれはね、なんか今見ると本当にね、あの恥ずかしくて死にたいみたいなあの気持ちになるのはね、うん、そうそう、ちょっと前に自分の前に実家に帰った時にそういうの発見して、マジでこれ燃やそうと思ったよねこれはあってはいけないみたいな。そうそう、なかったことにしたいみたいな。そうだ、漢字が難しいんだ。確かに、なんか学校のノートとかってちょっと面白い絵が描かれたまんまになってたりとか、うん、そうそう、教科書にいたずら書きしてたりとか、そうですね、風呂があって、はいはい、わー私ってばって思うこととかあるよね。そう、悲しくなるのは過去は変えられないっていうことだよね。そうだね、恥ずかしいな。ポエムとかありましたね。まあ、でもこれがちゃんと無事にその切れ端が手元に戻ってるといいね。うん、まあこういう時どうしますかって言ったら、もうあれだな、あのごまかすしかないな。ないよね、自分のじゃないって言えばいいんですよ。そんなのあるのみたいな。あ、誰が言ったのみたいな。そうそうそう、そういう方向でいいんじゃないかなと思います。思います。でもこの男子たちがちょっと不安ですけどね、どんな会話してたのかね。本当やばい会話っていうのが、ね、だって結構やばい会話だって。妄想なのか、あ、でもネタになるから妄想なんですよね、うん、きっとなんか普通に話してたところからこう勝手に妄想しちゃったから広まって、でもうなんかそれにしか聞こえないみたいな。なるほどね。完全にちゃんみよ状態だね。なるほど。はい。まあまあそんな感じでございます。はい、幸あれ。はい。さあ、それではここで一曲聴いていただきたいなと思います。はい、こちらは発売中の日常の合唱曲より佐々木さやかで勇気一つを共にして。お聞きいただいたのは日常の合唱曲より佐々木さやかで勇気一つを共にしてでした。おー、私初めて聞いたのこの合唱曲、うん、僕タイトル知らなかったんですけど、はい、曲聞いたら知ってました。わー、私もそうなんだ、ね、じゃあやっぱりなんかいろんな場所によって歌われてる合唱曲だったりとかするのかね。多分そうじゃないですかね。相当でもなんかあれですね、切ない、こう俺の中で、ね、ドナドラに匹敵する悲しみをこう悲しさがいっぱい。そうそう、ね、あのほらローで作った、はい、あの神話のあれギリシャ神話でしたっけ、イカロスの話って確か。あ、イカロスは。そう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 、そのローで作ったので、こう挑戦だって飛んでって、うん、太陽神アポロンの確か怒りを買っちゃって、うん、はいはい、あの落ちていくみたいなね。あ、うん、そういう切ない歌だとは。そうそう、まあまあね、愛と勇気だけが友達の人キャラクターもいるぐらいですけど、勇気一つしかいない友達、まあ、彼は勇気一つと共にして進むと、はいはい、新しい羽だよっていうね。いいな、素敵なメロディーだよね。まあ、あのいい話を台無しにしてしまったがいたしましたが、うん、さあ、それでは続きましてはこのコーナーでございます。はい、ほんの大ドル。このコーナーは本のタイトルだけ送ってきてもらって、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーです。すごい、このスタッフのなんか微妙に苦笑いになってるんだけど、あのあれだね、ほんのあの別に拾わなくてもいいからね、そんなに無理に。あれ、うん、あの人特にあの考えずにやってるから。来週自由に。そう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 。来週自由に。いい、
フリーダムにいいんだよ。フリーダムに。フリーバードでいいんだよ、全然大丈夫。フリーダムに。自由に。フリーダムな東雲研究所です。はい。はい。あなたが言うんだから間違いないです。私、はい。あなたが言うんだから間違いないです。さんの、はい、自由人です。はい。はいさあ、そんなわけでございまして、本のタイトルのコーナーですが、はい前回に引き続きまして、朗読会という、テーマを取ってやってみたいなと。はい。はい。思います。ちょっとね、しばらくは続く。ちょっとやってみて。やってみて。まあ、どうしても、スタッフからですね、スタッフからこうクレームが入った場合は、はい。なんか知らない間に変わってる可能性がありますけれども、はい。ちょっとこれはないんじゃないかみたいなね。わおわおですが、やり続けることも意義です。意義です。意義がありますでしょ。意義があります。はい、そう、その通り。じゃあ、そんなわけでございまして、はい早速、また、進めていきたいと思います。はい今回の本は、本のタイトルは、千葉県にお住まいのラジオネーム、エリセさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは行ってみたいと思います。本のタイトル。僕は、恋人が少ない。それでは、聞いてください。どうぞ。僕には恋人が少ない。僕は15歳の男子生徒である。僕は彼女という彼女がまあ何と言いますかちょっと少ない。同じクラスの面々と比べてみるとちょっと少ないぞ。まあ僕の趣味がデカメロンだから仕方ない。どういうこと。僕の趣味は他の人には受け入れられないらしい。それがデカメロンだ。それが僕にとっての新しい悲劇であったと言って過言でない。どうぞ。そんな僕は人生を変えようと思った。周りを見渡せばみんな幸せそうだ、うん、いいなあ。どうすっかなあ。ちょっと旅でも行ってみようかなみたいな気分になった。ちょっと旅に行ってみようと思って。旅に行ってみようと思ってドアを開けてみた。あ、眩しい。眩しいな。どうすっかな。とりあえず行ってみようと思った。歩いているとあれ、あそこに咲いている花は綺麗な花だな。摘んでみよう。プチッ。一体何するの。何かが言った。どこにどこにと思ってみ見てみると小さな小さな女の子がいた。その女の子が、どうしたの？あなたはとっても暗い顔をしているわ、と言いました。僕は彼女が少ないんだ。それが悩みなんだ。どうしたらいいんだ、と言いました。そうするとその女の子は、彼女が少ない？私は小さいのよ、と言いました。どうぞ。私は小さいのよ、と僕は言われた。そして時は流れて、なんだこの解放感は。僕は彼女の数選手権に出ることになった。これは世界のドンファンは誰かということを決める戦いだ。戦っちゃった。一体何人の女性とができるか。
ですけど、この番組日常ですけど、どれだけの女性を愛することができるか、それを競い合う戦いだ。僕は そういうタイトルじゃねえかよだが僕には恋人が少ない。どうしたらいいんだ。僕は友人のロドリコに相談した。ロドリコ、一体どうすればこの大会に勝てるかな。よし、デカメロンだよ。デカメロンに戻るんだよ。ロドリコ、少年隊だね。僕は気がついたんだ。3人いればいいっていうことが。僕と弥生と君江がいれば、僕はいつだって幸せさ。リスナーの皆さん、お便りはランツネットラジオのメールフォームから送ってください。白石さん、さてすごい疲れてますけど大丈夫ですか。お疲れ様です。終わりとなりましたが、ね、危なかったですね。私もまた困って確実に自分の得意な分野に。この番組日常ですけど。日常ですよ。いつも来てましたけど。そうですよ。女性がいっぱいいることを忘れていました。忘れないでいい。でも何とは言ってませんからね。言ってないね。はい。何とは言ってないんですよ。おお、はい、そうですね。まあ、ただね、なんか信じられないほど汗が。だってどんどんなんかこうなんだろう、追い詰められた感のあれ。最後ロドリコ出てきましたね。そうでしたね。ジョワジョワと感じてましたけど、はいはい、どうですかね。どうでしたか。おやってみて。こ危険なかなり危険なコーナーかなとは思いましたね。オチはどうでしたか。オチ担当してみて。なるほど。オチはね、大変ですよね。ここ泣くな。ですよね。これ泣くな。これ大変です。軽い罰ゲームだな、これは。難しいですよね。最後、そうそう、まさか、しかも俺ブーイングが来ると思ってうん、まさかな。まあね、でもこれを聞いて、ね、皆さんがどういった感想とか、はい、またどういったお話を聞きたいかっていうことをね、はい、またちょっと聞かせていただければと。私たちもまだまだ進化を遂げていきたいと思います。思、はいます。いやいや、でもね、レベルアップしますよ。ちょっとなかなかでもね、うん、まあやりがいはあるんですけどね。あのね、ちょっと楽しいね、はい、私もやっててすごく楽しい、うん、そうそう。これ完全にこの3番一番最後に負けた人が本当に全部回収していく感じ。マジで罰ゲームだなと思ったもん、これ。次やるときマジでじゃんけん、これ負けたくないもん、俺本当に。あ、そうそう、この順番ね、いつも、こう、はい、いつもっていうか、今回から、はい、番組始まる前に、じゃんけんして、はい、決めさせてもらったんですよ、ね。そうなんですよ。そう思ってね、本当にまさかこんなに苦しいとは思わずにね、うん、予定の時間よりね、早く終わりそうなんですよ。逆にですか。そうそう、今までにないぐらいね、うん、早く終わりそうな感じになっちゃってるからね。だって本当になんかちょっと軽く挙動不審な感じの、なんかいつものなんか白石君みたいじゃないもんね、なんか、はいはい、ちょっとなんていうの、はいはい、横揺れ、はいはい、昔ラッキーなチャンネルで見たことのある。ラッキーなチャンネル、よく椅子が動く白石って。そうそう、ラッキーなチャンネルをやってる時はね、椅子がね、ちょうどその移動する、まあ、回転する、うんうんうん、ほら椅子の方がくるくる回るしたの、はいはい、これ今でもそうなんだけど、緊張するとね、椅子を回し始めるんだよ。そうそう、体がね、揺れ始めるの。それで、そう、ラッキーなチャンネルやってた時はよく椅子がこうね、キュッ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 、うんうん、そう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 、揺れてたんだけど、まあ、最近にまあさ、あんまりこう、まあ椅子が動かない椅子っていうのもあるけど、うん、見なかったんだけど、うん、今日やけに体がこう横揺れするっていう、ね、揺れる白石。そう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 、揺れる白石っていうのを。いやー、でもね、やっぱりね、うん、ダメだね。僕は恋人が少ないっていうタイトルで来てしまったが家に、はい、やっぱりこう得意な方に行こうとする、得意っていうか、愛な方向へね。しかも私このタイトルすごく、はい、面白いなって思ってたんだけど、うん、よくよく考えて、よくよくこの文章を見てみると、うん、少ないっておかしくねっていう話なんですよ。だって
て恋人が少ないんですよ。彼女は一人でいいでしょっていうね。そうしかもあれですよ、だから基本どこを基準にして少ないのかどうかみたいなね。クラスの連中はどのぐらい彼女がいるんだって。例えば要するに2人以上のわけじゃないですか。あ、じゃあ1人以上のわけじゃないですか、はい、それが要するに3人なのか10人なのか、うんうんうん、ね、それでもまあこれはね一夫多妻制だったらちょっとまだ少ないかなみたいな、そういうね感じがしませんが、このきっとこの人たちの常識の中では3人ぐらいなんですかね。なるほどね。だからデカメロンに落ち着いたんです。そうそうそう、でも結局彼女はあんまり出てこなかったんで。そうだね。じゃあまあそんなことでございまして、はいはい、音楽も終わったことなので、そろそろ、終わりとしたいと思います。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。お相手は博士役河野ひろみ、あよゆこ役本田真理子と坂本さん役白石みどりでした。汗半端ないね。この番組は下野研究所の制作でお送りしました。なんで最後かぶったんだろう。え、終わります。まもなく始まります。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました。日常のラジオ、時さざめ高校にナノが来たよ編。スラマッパディー、ようこそ。はい、今日のテーマ、はい、実は持っているコスプレは、ソウリュウアスカラングレー長野原美代役の相沢舞です。そして実は持ってるコスプレ衣装はカードキャプターさくらのチェック古谷静香、しののめだね。古谷静香です。あ、すごい。実は持っているコスプレ衣装は新選組宮神舞役の富樫美鈴です。やばい。はい、この3人で番組を進行していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでさくらの制服持ってんの。さくらちゃんはですね、私のじゃなくてお姉ちゃんのなんですけど。あ、そうなの。そうなんですよ。お姉ちゃんは髪が長くって、うんうん、あのふわふわふわっとした髪型で、多分お姉がやるとさくらちゃんじゃなくってともよちゃんになるんですけど、うんうん、そうですね、カールキャプターさくらの衣装と、あと、うん、春日となんだっけ、あ、ナルトとかもあります。そんなのかい。結構持ってた。ナルトだもんね。ナルト大好きです。そうなんだ。そうなんですよ。え、着たりするの？持ってるね。着たことあるんですけど、うん、私男装がやっぱ女の子にしかならないんで、うん、普通になんかコスプレっていうかなんつってみたいな感じでして、あの遊んだりはしましたね。はい。でも楽しいよね、なんか楽しいですね、違う自分になる。うん。なんかいっぱい持ってそうだよね、ガッシー。なんでですか？なんでイメージ、うん。しかもなんか、かっこいい感じのいっぱい。うん、え？いや、そんなかっこいいの持ってない。本当ですか？それこそなんか、執事とかやってほしいですけどね。ああ、うん。あ、黒執事は、え？やったことがある？やったこと、いや、あるんだ！あるんだ！違う。なんかコラボしてて、コラボ？コラボしてたやつが、まあ、全部は揃えられないけど、はい、高いからっていうのがあって、はい、でもどうしても、うん、欲しいやつ。すごい、絶対似合いますね。ちょっと羊の方じゃないけどね。あ、そうなんだ。あ、主人公の。そうそうそう。の、あー。セールの方。そうなんですね。でもまあ、とりあえず新選組。ダメだ、もうなんか、そっか。じゃあ今度それで来てください。どういうこと？モイ様のアスカ。なんか来てましたよね。そう、ツイッターにこの間あげてた。見ました。そう、今日、その日、可愛かった、その稲垣咲希さんと番組一緒だって言うんで、はい、テンション上がってあげたんだけど、まあそんなに反響がなかった。でも超似合ってる。あ、超似合ってた。ちょうどね、富士急にエヴァができたぐらいの時に、来ましたね、来て、で、ブログに上げて、はい、ロケの仕事お待ちしてますって書いたの。はいはいはい、来なかった。ロケの仕事。笑ってる。萌え様が笑ってる。もうね、本当行きたかったのよ、富士急に。でも、怖いじゃん、乗り物。
ああ、なんか絶叫マシーン怖いから仕事で行きたかった。そう、でも絶叫マシーン私すごい好きなんですけど、うん、なんか結構いや時給のやばいよね。そう聞くんで、うん、わかんない。そんなすごいの多分乗ったことないです。いやすごいよ。だって藤山なんてすごい、うん、え、な何メートル？なんかもうすごい、藤山だけは乗ったことがあるの。え、あ、おー、そうなの。もうね、長いしさ、高いし、もう、おろしてすごい、なんでこう、まだあるのみたいな。長いんだ。あとなんか、この辺なのね、この両脇が。腰ぐらい？え、どういうことですか？いわゆる、なんていうの？え、上からガシャンじゃないんですか？上からガシャンなんだけど、うん、なんかスカスカしてんの両脇が。え、どういうことですか？このくらいまでしか、あの、藤山上からガシャンじゃなくて腰だけで、ね。あ、腰だけ？あ、腰だけなの？うっそ、はい、なんか腰だけなんかもうこの辺が、まあ、ないの。ないの。両脇。え、なんで隣の人はいないんですか？ あれ二人乗りでしたっけ？二人掛け。二人掛けで、あの高さから腰だけですか？なんか、そう、結構、うん。この辺フリーな感じ。はえ、だ、こ、本当にここ座ってる感じ。え、それで回ったりするんですか？あ、回るね。うん、回ったね。すごい。怖い。え、怖いけどなんかワクワクする。うん。話聞いてると。いやー、他にもいっぱいあるけど、もう恐ろしくてね。でも、あれが一番怖いやつじゃないらしいですね。なんかみんなで検証した結果みたいな。あ、そうなんですか？なんか、富士急すごいたくさんあって。なんか。もう想像するだけで恐ろしいものが。へぇ。足ブラブラするやつって怖いって。いますよね、結構。なんだっけ、ドドンパ。ドドンパとか A じゃないか。行ってみようか。A じゃないか。A じゃないか。ドドンパすごい速い。あー。あ、これ詳しいな。詳しいな。正規の全部乗ってる。そうなんですね。すごい。心が強い。すげえ。ハートが。富士急だから、っていうので、このジェットコースターは、富士山級の高さ？うん、ってこと、ですか？ですかね。っていうことは思う。雲の上。雲の上ではないけど。雲の上には届かない。まだ。まだ。狙ってるけど。あ、狙ってはいるんですね。違う違う違う。違う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 。狙ってるけど届かない的なことかな？みたいな。なるほど、なるほど。適当なの。さすがにまあね、富士山にはね、勝ってないか。今度ね、機会があったらみんなで。行ってみたいですね。ねえ。はい、行ってみたいな。エヴァも見に行きたい。はい、じゃあ早速。そうですね。そうだ、行きましょうか。じゃあ、もい様お願いします。お願いします。はい、ラジオネーム、ゆうたんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、スラマッパギー。スラマッパギー。夏休みが終わり、学校が始まりました。うん。思い返すといろいろありました。一番印象に残っているのが、うん。彼女と夏休み中喋れなかったことです。ん？皆さんはこの夏の一番の思い出は何ですか？これ彼女なのかな？好きな子なのかな？あ、そっかそっか。あ、そっか。好きな子が学校にいて、でも休みだったから、喋れなかったっていうのもありますよね。これ、付き合ってる彼女だったら、振られてるよね、多分。完全に振られてる。気づいてないかもしれないけど、完全に。うんうん。多分好きな子は、じゃないですか。好きだな。なのかな。そうって書くかな。彼女。夏の思い出。うん。この夏の思い出ありますか。この夏か。この夏、バーベキューやったんですよね。日常メンバーで。日常バーベキュー行ったの。はい。まさかの、この中で参加できたのが、もう一度だけ。私の頃、名古屋。そうですね、舞ちゃんのイベントで。一方、静かは。一方、その頃。古谷家は。古谷ですね、前日にですね、めちゃくちゃ楽しみにしておりまして、テンション上がっちゃったんですよね。それたら熱も上がってしまって。子供か。小学生よね、完全に。すっごい楽しみにしてたんですけど、行けなくて。で、遠足の前日は、朝本田さんに、すいません、今日熱が出て、ってメールしたら、うるやーって。そっか、でもそれでいけなかったんだもんね。そう、あれ、石ぽいないよ、みたいな。行ったらいないよ。私も日々行けるのかと思ったら。残念って、皆さんのツイッターとか、ブログとか見て、さぞ楽しかろうな、と思って。いいなーって思って。まあ、またね。そうですね、また。私も参加できなかったんで。そうですね。あと、白石さんもお仕事で行けなかったんで。みんな、行けたいですね。稲田さんとかもまたみんなで遊びに行けたらって。うん。
おっしゃってたんで。いやぜひぜひ。ぜひぜひ、またみんなで遊びに行きましょう。昔握手会どうだったの？握手会すごかったです。だって、台風だったんですよ。そうなんですよね。まあ多分その、BBQ も、割と。BBQ。あれ狂う感じの。そうそうそう。感じがあったと思うんですけど。いや、でもそんな中、すごいたくさんの人が来てくださって。いやでもなんか、変なんですよ。変なんですよ。なんか、移動中全然降ってなくて、あ、台風だけど全然晴れてるじゃんと思って。はい。で、でも私が外に出ると降るんですよ。ダメ女だ。なんだこんなでも、そうだ、こんなだよ、ダメ女って言ったらすごいですよね。こんなさんすごいですよ。もう、富樫が外に出たら雨が降って、中に入るとやむんです。なんかそう考えると元気になる。私はあの、イベントとかで、この二人揃って。あう。おう。晴れ女を探すしかない。晴れ男でもいい。そうですね。いや、でもイベントもたくさん来てくださってありがとうございました。いや、よかったね。はい。よかったですね。それが。思い出です。夏の思い出。夏の思い出。楽しかった思い出、あたしだった。じゃあ、読んでください。はい。ラジオネーム、クラナドは人生。日常は非日常。あと、奥田さんです。奥田さんだね。うん、クラナド？クラナドか。クラナド。うん。多分。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。時定め高校の皆さん、スラマッパにちは。スラマッパにちは。初投稿です。はい。チャンミオの切れるシーンを見るたびに、相沢さんののぞってすごいなと思います。思います。アフレコの時にどんな様子か想像もつかないのですが、よろしければ現場の雰囲気を教えてください。PS、チャンミオも相沢さんも大好きなので、モイブに入れていただけたら嬉しいです。これ、これ普通歌の子なんだよ。すいません。こっちに来ちゃいました。冷静に突っ込まれましたけど。あー、でも、私笑っちゃうんだよね。自分で、面白くなって、笑って止まっちゃうから、ちょっと反省しました。何回かありましたよね。ってなっちゃった。言えないいや、でもすごかったですよ。でもなんかちゃんみおは、すごいやっぱわーっていうシーン多いじゃないですか。で、そんな、ちゃみを演じてる相沢さんを見ると、いつも顔が真っ赤で。そう、もう絶対生アフレコとか嫌だって思うもん。すごい顔しないと言えないからさ。そりゃそうですよ。しかもあれもう全部バーってやっちゃいますもんね。そのシーン。すっごい汗かいてるもんね、終わった後。なんか体全部の毛穴開いてるみたいな。走ってきたって感じ。すごい運動量っていう。すごいなって思って見てました、舞ちゃんは。あら、舞ちゃんは。舞ちゃんは。舞ちゃんはずっと遠くから。すごいなすごいですよ。本田さんとか、稲田さんとかもそうですよね。稲田さんもすごいね。もう、巻き舌がすごいです。マイク壊れちゃうよ。うわーっていう。本当に、熱い。熱い。でも、本当に汗だくで。本当、すごい汗かいてるよね、稲田さんね。だって、タオルで拭いてます。いや、すごかったと思う。でも、それが、なんか、あれだけやってるから、なんか、絵もすごい迫力じゃないですか。なんか、あれに乗るんだろうな、みたいな、感じがしますね。すごかったです。ありがとう。すごかった。すごかった。ありがとうございます。本当にすごかった。私は感動していた。あれ？フル。フルさんいいですか次。今フルさんですね。ちょっとネジ巻いてなかった。はい、トガシさんお願いします。はい。じゃあ読み、なんて読むのこれ。読みますね。うん。ラジオネーム、トゥンジャイ、ハットトリックさんからいただきました。トゥンジャイ？ありがとうございます。ありがとうございます。トゥンジャイって書いてあります。トゥンジャイハットトリックさんです。カタカナでトゥンジャイって書いてある。トチサラメ高校の皆さん、スラマッパディ。スラマッパディ。質問です。うん。シノノメナノさん、いつ頃某ロボット対戦に参戦できそうですか。え？いつ頃ですか。それだけ？いつ頃？これだけです。いつ頃？いつ頃参戦狙ってますか。そうですね。じゃあ今日の。夜12時です。早急早っ待っとるってことだよ。今日の夜12時、しののめなのはですね、はい、覚醒いたします。おマジですか。覚醒宣言。はい。覚醒して
某ロボット大戦に出て、あの、1位を取ります。1位あれどういうやつでしたっけ？あれじゃないの、エースパイロットじゃないの多分。一番こう、敵を倒した数が多いやつ。ちょっと待ってください。ナンバーワンです。エースです。なのは、はい、機体ですか？あ、どっちだろう、ね、機体じゃないの？エースそう機体じゃないかな、はい、パイロット。なのは、パイロットです。パイロットなの？誰に乗るの？じゃあ、ビスケット、ビスケット。どっちもロボットに乗って。実は博士がいないと。博士がビスケットくれないと。そうですね。そうですね動かない感じで。でも最後の1枚だからって言われちゃうかも。どういうこと？よかった。じゃあ、本日12時。はい。うん。しののめなどは、はい、ロボット大戦に参戦します。はい。リスナーの皆さんからお便りご紹介を寄せください。お便りは、ランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。続きましては、男塾、合格でしょうかのコーナーです。ごめんね、今言おうとしたでしょ、今。ごめんね。今私勝手に曲紹介に入ろうとしてます。早い段階で。このコーナーは、よくわからない事象に対して、パーソナリティの私たちが入塾か否かを判定するコーナーです。はい。じゃあ早速、萌え様、読んじゃってください。ラジオネーム、意外にホイホイ忘れ物さんからいただきました。ありがとうございます。最近僕は、本当の自分を探しています。闇に祝福された、隠された力が覚醒する日を待ち続けています。現代世界という檻の中では、僕の真の力を発揮させることはできません。なるほどね。だから僕は、どのような仕事に就職することもしません。こんな僕の居場所が、富樫塾ではないかと思い始めています。富樫さん、僕と一緒に、世界を変えてみませんか。ニートから来てるよ。らしい。ちょっとニートから来た。なるほど。夢見がちな感じの。なるほど。それいい言い方ね。そうですね。夢を追っている。まあ12秒では。中2とかが来た。中2とか。中2とか。いただきました。あれなんか、富樫にこういうの多いですね、なんか。そうですね。うんと、なんだなんだ、うん、覚醒する日を待ち続けているのか。そっか、闇に祝福された、隠された力。うん。うん、それ、まずはあれですね、働かないと。現実見せちゃう。ね、働いていただいて。どうする現実見せる。現実からログアウトしてらっしゃるような。完全に。で、しかもログアウトした先が、富樫塾ではないかと決めてる。ね、一緒に世界を変えてみませんか？うん、結構です。まあ、そうだね。あ、そうですね。じゃあ、まあ、みんなに進ませてあげる感じで。そうですね。うん、それが、優しさ。優しさですよね、うん、なんか。いい判断、正しい判断。しみりする話ではないと思う。じゃあ、富樫塾長の優しさとして、はい、意外にホイホイ忘れ物さんは、入塾できません。ニフラン、ニートシュワーシュワージュンジュワー浄化されました。あの、あれですよね、なんだろう、覚醒して、ね、働けたら、ないようなので、じゃあフリア次読んでください。はい、ラジオネームにゃんみおさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。我が家では姉妹の猫を2匹飼っているんですが、妹猫さんの方がご飯をねだるときに、みおーみおーと泣きます。かわいい。さらにこの間、カバンにつけていたミオちゃんストラップをペロペロ、カジカジしていました。ミオちゃんペロペロ。ご本人からいただきました。はい。こんなミオちゃん大好きな我が家の猫さんを、ぜひ入塾させてあげてください。これ、モイブでいいんじゃないですか？そうですよね。きっとモイブですよね。そう、これさ、写真がついてるんですよ。写真伸びしてる。
ひっくり返って伸びしてる。ね、座布団の上で伸びしてる写真が。でも横にピカチュウがいるよ。これで遊んでるんでしょうね。この満身創痍のピカチュウが。これかわいいですよ。かわいい。完全にマスコットですね。万歳してる。み、う、よ、ん、これでみよって泣くんでしょう。みよみよペロ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 みよちゃんペロペロうましうましそっちなんだうまうまみよちゃんうまうまチッチッチもういいですチボもういいですチボストップですいやでも、あれですよねでもこの子の名前書いてないね、うん、なんだろう我が家の猫さん我が家の猫さんって名前ヤンミヨでいいんじゃないですかじゃあにゃんみおちゃん。じゃ、にゃんみおさん。うん。にゃんみおさん。にゃんみおさんは、モイブ入部おめでとうございまーす、いやー、久しぶりにこう、癒される感じの。かわいい。ちょっと写真載せたいな。あ、そうですね。せっかくなので。じゃあ次行きますか。はい。ラジオネーム、卵かけ布団さんからいただきました。あ、いつもどうも。いつもいつもありがとうございます。バイト帰りに夜道を自転車で走っていた時に、ふと気分が良くなり、思いっきり熱唱したら、近くに子供を連れた女性がいて、こら、見ちゃダメみたいな感じで、不審者扱いされたこんな僕は、うん、フレア道場に入門させていただけますでしょうか？道場来た！ちなみに僕は、不審者ではありません。普通の学生です。不審者じゃん！何？不審者扱いしてきた。不審者じゃん！入り、だって、あれですよ、フレア道場は、あれ、警察署とかじゃないですからね。警察署、不審者だからって。逮捕しようとしてる。いやでも、うん、あれだね、私もよく自転車に乗ってとか、うん、今ここで大声で歌って誰にも発見されないと勝ちゲームとかをよく一人でしてるの？不審者じゃん。不審者じゃないです。危ないね一人で。はい。誰にも見つけられないから。見つけられないかなとか言って。そういうとこが似てるんじゃないですか。そうですね、ちょっと、うん、まあ私は不審者じゃないんですけど、まあ似てるかもしれないんで、うん、卵かけ布団さんは、古谷道場に入門させていただきます！おめでとうございます！初めて？二人目あれ？あれか。どうだったっけ？二人目だ。二人目。もう師範代忘れてる感じ。まだ二人なのに。そうですね。はい、でもこれからまたどんどん来るかもしれない。ねえ、布団さん、卵かけ布団さん、多分メール職人さんかなんかじゃない、うん、そうですよね。ありがとうございます。うん、卵かけご飯。卵かけご飯あんま好きじゃない。リスナーの皆さん、このお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。はい。はい。そして、ここでお聞きいただきますのが、ただいま発売中の、日常の合唱曲より笹原美里中之条ウェボシフェッチャンですだちの歌。懐かし
様お聞きいただいたのが、日常の合唱曲よりすだちの歌でした。はい。いい歌で。いい歌です、ね。今日もノリノリでしたね、うん、古谷名人がね、うん。好きから始まりましたから。好きから始まりましたね。好き。好きから。あ好きから。そうですね。好きから始まりの伴奏、伴奏ピアノ。最終的にはもう、涙まじりに熱唱し始めるっていう。ノリノリだね。ノリノリで。ワクワクで。大丈夫じゃんか、おばあちゃんですが。そわそわな。じゃあ次のコーナー行きましょう。はい、次のコーナーは、ありがとうのコーナーです。はい。このコーナーは、バフナコになった時こそ前を向こうのコーナーです。ごめんね、今日はありふりあんましてなかったんじゃん。はい。はい、どうしようかな。じゃあこれはガッシーに読んでもらおうかな。うん、私ですか？はーい。あ、でもこれ、あ、そっか、なるほどね。じゃあこれラジオネームを読む前に、うんうん、ラジオネームをぜひ、相沢さんに読んでいただきたいですって書いてあるので、はい、かわいいメイドな感じでよろしくお願いします。うん、相沢さん好きですが、じゃあラジオネームは、ラジオネーム、はい。皆様読んでください。ラジオネーム、もえもえきゅんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。私は今年の春。いいのかわかんない、まだチャンスあるかもしれない。転職のきっかけに引っ越しをしたのですが、引っ越し初日、お隣さんの飼っているであろう猫、カッコメスが、挨拶しにベランダの、ベランダの方にやってきました。へその時は、人懐っこい可愛いやつだな、ほっこりと思っていました。仕事も始まり、毎日遅くまで働いて、誰も待っていないマンションに帰るという、上京して4年ほど続く日課を繰り返すつもりだったのですが、仕事から帰り、マンションの入り口に入ると、僕の気を察してか、その猫が出迎えてくれて、とすり寄ってきて僕を癒してくれるのです、うん、今では帰宅し出迎えてくれる猫と世話世間話をして床に着くのが日々の癒しとなっています、うん、そんな優しい猫耳の嫁に感謝猫耳の嫁嫁って書いてますね。嫁になっちゃったの。隣の家の猫ですよ。完全に嫁になりましたね。へー、いい話。うん、うん、いいのかなっていうのも最初あったけど、昔漫画だったよね。こうなんかフランス人形みたいな。マジで。あさ、あの題名ちゃんと言わないとわかんないな。猫のね、うんうん、猫なんだけど、そこの前に人間になりたいっていう。置いといてください。この話。なんだろう。あ、少女漫画ですか？何？なんか来たよ。今差し込みが。何ですか？面白い。面白いじさん白石みのる。これ誰が書いたの？コンノさんです。コンノさん似てる。あのハートって腫れてる。親知らずの本当だ、腫れてる。何本だ。コンノさんが白石さん見ながら書いてもいい。親知らず似てます。親知らずはね、抜かれたんですよね。親知らず痛い。なんかすごい急に差し込んできた。びっくりした。もうえってね。じゃあどうしようかな。このラジオネームもいもいきゅんさんにありがとうってね。うん、そうですね。ましょうね。じゃあ、もうチャンスはないんですかね。ないんですか。この人にチャンスはないんですかね。じゃあ、はい、振りをじゃあ、萌え様にやってもらう感じで。仕方ねえなー。お、よし、じゃあ、ツンデレ、ツンデレきました。お願いしますよ。じゃあ、ラジオネーム、もいもい、きゅんさんに、ありがとう。バラバラ。これは燃えるなー。こんな役やったことねえよ。たまらん。今私たち薄めで入れましたね。よかったね、もいもいきゅんさんね。はい。はい。あ、私だ。はい。続きまして、ラジオネーム。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。はい。過去と未来さん、ちょっと今、合間埋めようと必死でした、私は。過去と未来さんからいただきました。はい。ありがとうございます。相沢さん、富樫さん、古谷さん、こんにちは。こんにちは。すっかり定着しましたね。うん。ありがとう。最近私は学校の帰りに何が出てくるのかわからない自動販売機でジュースを買いました。そして出てきたジュースは甘酒でした。甘酒。しかもコールド。仕方なく甘酒を飲んでると、暑い夏も終わって秋、そして冬が来るのかとふと思ってしまいました。そんな季節について考えさせてくれた自動販売機、甘酒に、ありがとう。え？この甘酒だと気に食わない感じのメールが、いただけない。うん、甘酒。あれ甘酒。
お好きですか？すんごい好きなの。甘酒飲んだことない。甘酒って、あれですか、ミルクみたいなやつですか？うん、違うような、そんなような。予想すると、杏仁豆腐みたいな。おかゆが杏仁豆腐みたいな、あーもう例えてると気持ち悪くなってきちゃった。違うんだよ。あ、違う。甘酒は甘酒なんだよ。入ってるんだ。あ、でもあったかい飲み物ですよね。あ、でも冷たくして飲んでた。なんだ。ペットボトルで売ってて、すごい好きなのよ。ペットボトルで？そう、ペットボトルで売ってんのは甘酒です。見たことない。で、ペットボトルでこう、冷蔵庫に常備してあって。なんかやだ。え？私甘酒は、あったかいのだけだと思ってました。まあ、チンしてもいいんだけど、美味しいよ、冷たくても体にいいんだよ。朝一番に飲むとすごくいいらしいよ。朝一で甘酒。そうなんだ。そう、なんか奥さんが見る番組、なんだ。奥さんなんだけど、やつでやってたもん。朝一番に飲むとすごくいいんですよ。お嬢さんって、みんなもみさん言ってたもん。健康にいいですよ、お嬢さん。今度買ってみよう、じゃあ。そう。私すっごい好きなの、大好きなの、甘酒。でもイメージは合うかもしれない。本当？うん。甘酒ね。でもあったかいイメージだった。そう、なんか、あ、すいません。ん？甘酒ってあれなんですよ。お酒って入ってるから。入ってないのもあるよ。あ、でも、そうですよね。入ってないのもあるんですよね。それを知らなくって、二十歳未満の人は飲んじゃいけないと思ってたんですよ。あー、なるほどね。で、今まで機会がなく、飲まずに。入ってる脳の方が私あんま巡り合ったことがない。え？本当ですか？うん。あ、そうなんだ。ほう。そこら辺で売ってる缶のやつは、入ってないやつですよね。あれ入ってないんですか？あれ入ってないよ。入ってないんだ。なんか名前に騙されてた。あ、そうですよね。甘酒って言うから。そうなんですよ。北の王って入ってる気がする。あ、そうなのかな。あ、でもお祭りとか。東京とかだと、正月に出すのでも入ってないの。あれ入ってないんだ、知らなかった。が多い。ほえー。へえー。ためになったね。ためになったね。本当？ないよね。あれで、ちょっとそれが気に食わなかったからさ、この人の。なんだよ、甘酒かよ、みたいな。いいじゃないか。甘酒に感謝してほしいんだよね。感謝。じゃあ、それ言いますか。栄養がいっぱいあるからね。じゃあ、季節について考えさせてくれた自動販売機、甘酒に、感謝。感謝のコーナーにしようかも、これから。いいですね。感謝大好きなの。感謝のコーナー。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランチセットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。今さ、はい、送ってください。送ってくださいって言ったよね。送ってください。お願いします。大丈夫今噛んだよね。私は大丈夫だと思っていた。自然に入ってきました。普通に送ってください。お待ちしております。はい。番組もそろそろ終わりとなりましたで。終わりとなりましたな。終わりとなりやした。完全に来たな雰囲気。そうなかった。江戸っ子だね。ああもうなんでだもんダメだな。これ天然な動画がいいよね。あのそうなんですよ。普段しっかりしててポロッと出るのが富樫さん。いや恥ずかしい。だってさらっと流そうとしてたからまあ流してあげようかなって思ってたらすごい外が笑ってるから。みんな立ち上がったんですよ。あ面白かった。閉まらないの富樫。いやいやいや遅なのにね期待してますよ、うん、これからもね。楽しかったな。楽しかったね。全部忘れちゃったよ。どんなメール来てたっけ。もういろいろ来てました今日も。はい、じゃあ、はい、送ってください。はい、どんどんよろしくください。送ってください。ではそれでは皆さんまた次回もお会いしましょう。お会いしましょうってなんだよ。お会いしてあげてもいいんだからね的な。お会いしましょう。お会いしようか。長野原美穂役愛沢舞と、はい、東雲奈々役古谷静香と、水上舞役富樫美鈴でした。スラダンライブ。この番組は
東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。